とぼけるんじゃない！ホテルに現れた幽霊ってのがあんたたちの仕業だっていうのはもう分かってるんだよ。ノーマンさんの息子さんもショックで寝込んでるんだぞ。やりすぎだとは思わないのか？その息子ってのはレイブンの不良じゃねえか。そんなろくでなしの言うことが信用できるかよ。ちょっと待ちたまえ。私個人を批判するならともかく、家族を攻撃するのは卑怯だろう。そのろくでなしというのは撤回してもらおうじゃないか。確かにそれは言い過ぎかもしれないね。ちょっと主任、そこで納得しないでくれよ。あんたがそんな弱腰だから観光推進派が調子に乗るんだ。なんだと？調子に乗っているのはあんたら公安維持派じゃないか。幽霊騒ぎなんてせこいて使って嫌がらせなんかしてきやがって。あちゃー、これは止めた方がいいのかしら。喧嘩沙汰にはなってないからまだ早いかもしれんが、いざ喧嘩が始まったらすぐに止められるような場所に移動しておきてやな。と言っても見物人が多くてとても前に進めないんだけど。まったく、ナイアルたちってばちゃっかり前を確保しちゃってさ。もう我慢できねえ。てめえらみてえな軟弱野郎が腕っぷしで勝てると思うなよ。上等だ、やってやろうじゃないか。ノーマンさんの名誉は僕たちノーマン商会員が守る。やめたまえ君たち、暴力はいかん。暴力、みんな抑えてくれ。ここは冷静に話し合いよ。やば、止められねえか。悲しいことだね。争いは何も生み出さない、虚しい亀裂を生み出すだけさ。そんな君たちに歌を贈ろう。心の断絶を乗り越えてお互いに手を取り合えるような、そんな優しくも切ない歌を。みんな感じてくれたようだね。ただ一つの真実、それは愛は今風に言えば Love is Eternal。 とりあえずポルトスさん、ここは一旦お互い頭を冷やした方が良さそうだな。ええ、そうですね。通行の邪魔にもなりますし、みんな一旦港の方に戻ろう。そうっすね。そうだ、チラシを配らなくちゃ。みんな逃げた。気持ちはわかるぜ。どこの国でも民衆が熱しやすく冷めやすいのは同じだな。いや、真に恐るべきはみんなの平常心を取り戻したこの奇跡のごとき戦慄か。さあ記者諸君、思う存分写真を撮って取材してくれたまえ。うわー、いいんですか。
それじゃ遠慮なくいきますね。はい、チーズ。うーん、マーベラス。その俺はさっきの話を聞かせてもらおうかね。うん、早いうちに報告しないと忘れちゃいそうな気が。とっととギルドに戻ってジャンに報告するか。おや、ちょっとエステル君、どこに行こうというのかね。待ちたまえ。いや、どうか待ってください。おお、いい表情ですね。とってもキュートです。まったく、なんという薄情な。